スなんて言わないで、星に。あーはいはい、また最後は胸クソと和解して親友になるっていう人族のメスお得意のシナリオねと思ったら違った作品。ブスの人族のメスは高校でブスが理由で同性からいじめを受けていたが頑張って自分を貫いたがついにメンタルブレイクしてしまいマスクなしでは生活できないメンタルになってしまう。そこに自分をいじめていた主犯格の人族のメスが今は他人を見た目で判断するのはやめろという活動家をしていることを知る。てめえ、散々私のことをブスが嫌いといじめておいてと、絶対許さんマンになってあいつ殺して私も死ぬと特攻かけたらなぜかその自分をいじめた美人に気に入られて採用されてしまうというシナリオ。ここまでならただの胸クソ漫画だが、ここから実はこの美人は美人で、同族から嫉妬されていたり自分が美人だったせいでいらぬ衝突を受けるという被害者であり、ブスと呼ばれてもブレない鋼のメンタルを持っているブスの主人公を尊敬しておりいじめもしていないという設定。ここから、顔がブスなせいで迫害を受けたメスと顔が美人なせいでとばっちりを受けたメスの容姿に対する漫画が始まる。ちなみになぜ人族が見た目で判断しなければならないかというと人族の中の一部に危害を加えるババが混じっているからなのぜ。そいつを何の情報もない中から見た目だけで弾かないと命の危険が危ないからなのぜ。次になぜ人族は器量の良い人族を好きになるか？というと美人は得をするのでその分自分の遺伝子が長くサバイブする確率が高まるからなのぜ。このように成分戦略からオスメス関係なく人族は見た目で評価します。